はい、おはようございます。2023年8月5日、あとね、78年の目の8月6日の前日まで参りました。この後ですね、このなんか見上げるとかいうね、イベントがね、あります。イベントというとね、なんですけど、まあね、空をね、8時15分に見上げましょうということで、ただ8月6日にね、やると、まあ、警備上いろいろ問題があるということで、今日ね、やるということになります。されるということでね、まあ、それぞれの場所でね、やりましょうという話ですよね。まあね、もう本当にそれぞれの場所で見上げてね、考えましょうということで、ね、まあ、参加しされたい方はね、参加していただければな、ということをね、思います。まあ、そしてですね、私はね、今日はね、原水爆紳士世界大会と、この途中でね、子供食堂キッズ案ということでね、非常にちょっと、バタバタね、しますけれどもね。まあ、どこかでね、お会いできればと思います。まあ、お困りごと相談、カラオケ、あり、ですんで、ぜひね、ご気軽にお立ち寄りください。大人の方もね、当然大歓迎です。大人だとね、ちょっと300円だった、高くなっちゃうんですけどもね。まあ、寒波のね、意味合いもあるというところもね、あって、まあ、ぜひね、お気軽にね、お立ち寄りください。まあね、いろいろ、悩みの、と、あれば。まあ、抱え込むよりはね、まあ、ぜひね、ご相談いただければな、と思うわけでありますね。そして明日8月6日ですね。まあ、本当広島サミットね、初めてのね、8月6日ということでね、まあ、広島サミットね、まあ、正直ね、核抑止というかな、まあ、抑止ということはね、結局使うことは前提ですよね。まあ、そういうね、広島ビジョンが、出されてしまったね、この、広島サミット。まあ、非常にまずいね、この広島サミットからね、初のね、8月6日。そしてね、また地元、もう本当にね、広島東洋カープのね、2軍の、本拠地のね、が U ですけどね、岩国。そのちょっと先のね、もう上関に、ね、まあ、中間貯蔵施設というのは最終貯蔵施設、ね、核のゴミがね、持ち込まれようとしていると、いう状況がある。ね、下手したらもうこのままね、ポーンとね、上関町でもね、いや、お金もらえるからいいや、みたいなね、ことに、このまま行くとね、一方的になりかねないという状況もあります。まあ、全くのね、議論もされないままのね、こういう、まあ、とんでもないことですけどね。まあ、そもそもね、ああいう核のゴミはね、また、ね、まあ、発生したところでね、まず保管しておくというのは原則ですよね。それをね、移動させるってこと自体がリスクですね。まあ、あの場所自体が、やっぱり過去にはね、16メーターの津波がね、来たところもありますね。まあ、そういう意味でもね、非常にまずいということです。そしてね、9月5日土曜日、15時から17時半ですね。もうだいぶ先の予定ですけどね。また半藤ね、大輝先生のから、檻の中のライオン講演会、in 広島議員。いずかへと、いうことでね、今度はね、参加費2500円。ちょっとね、高く見えますけど、これはね、コーヒーとね、ケーキともつくという、ちょっとね、これ豪華バージョンでね、しかしそうなるとね、まあ、お申し込みがね、必要になりますんで、よろしくね、お願い申し上げます。前はね、申し込み不要でしたけど、今回ね、申し込み必要なんで、ぜひね、また、ご検討いただければというふうに思います。まあ本当にね、明日ね、岸田総理ね、どういう、あれね、あるのかなと。ね、昨日はね、秋元大義がね、強制捜査されるということもありましたよね。まあとんでもないね、こと、まあ典型的なね、まあ昭和までのね、疑獄事件っていう感じですけどね。だそういうね、あれですよね、まあマイナンバーカードの話でもね、もう全然ね、あれですよね。もう、意味はないっていうかな。ね、そういう状況ありますんでね。まあ、
ね、一度やっぱりね、廃止、今のね、保険証廃止をね、延期するっていうことがね、やっぱり大事だと思いますよね。もう、期限ありきでやったらね、また混乱も広がるばっかりだしね、自治体にもね、非常にね、あれがね、負担がいくということもなると思いますね。そうでなくてもね、災害とかも多発して、ね、自治体もね、てんやまんやですよね。まあ、子育て関係、あるいはね、貧困対策、いろんな、ね、仕事がね、増えててね、てんやまんやの中でね、マイナンバーカードのね、そういう点検のために、裂かれるっていうのは非常にね、まずいことだと思うしね。まあ、そういったことも含めてね、また、ですけどもね。また来週ね、よろしくお願い申し上げます。それでは皆さん、失礼いたします。